すぐはカルオのお暇なら映画でも。キンコンカンコン、キンコンカンコン。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです。今回はですね、世にも奇妙な物語史上最強最難関の超問題作という呼び声が高い雪山ですね。これは世にも奇妙な物語映画の特別編の中の一つの作品ということになりますね。2000年公開、監督は落合正行さんということです。僕これ当時見に行ったんですよ。僕も世にも奇妙好きなんで、映画化するらしいぞと、お前行かなきゃいかんだろうということで行って、これが一発目なんですよね。全部で4つ世にも奇妙の映画はオムニバスでね、やるんですけど、これが一発目で、いや、なかなかね、なかなかだなぁ、というふうに思いましたね。まあこれ、紙芝居でも言ったんですけど、基本的には、レンタルしてないんですよね、この映画の特別編は。どうやら、権利関係の問題で、まあ、タレントさん、役者さんの権利なのかな、よくわかりませんけど、オムニバスなんでね、やっぱそういう辺が大変なのかなっていう感じも、あるんですけど、なんでなのかわかりませんけど、どこでもレンタルしていません。まあもしかしたら、そういうゲオとかツタヤではなくて、もうちょっとちっちゃいね、レンタル屋さんとかだと置いてる可能性あるかもしれませんね。ツタヤは僕が調べた限り、渋谷ツタヤでビデオテープをレンタルしてるだけっぽいですね。ゲオは多分全滅でないと思う。で、一昔前はね、個人経営のレンタル屋さんがあったりとか、まあ個人経営まではいかなくても、ね、小規模のチェーン店のレンタル屋さんとかもあったりしたんですけどね。もうレンタル屋さんはどんどんダメになってますからね。見るのが結構大変かもしれません。サブスクにも当然どこにも置いてません。フジテレビの公式動画配信サービス FOD にもありません。大変ですね、見るのはね。まあなんとかして見てもらいたいなというふうに思います。もうだから公式で買うことは不可能なんで、まあ、例えば中古で買うか、もしくは何らかの方法で見るか。正直、何らかの方法で見ることはできますけど。僕は DVD を持っています。で、まあ、ずっとこれはね、やりたいやりたいと思っていたんですけど、冬になるたんびに思っていたんですけど、やろうと思いながら、いつの間にか春になってしまって、ああ、春になったらもうこれはできねえわって思いながら、やっと今回、春になる前に思いついたと、思い出したということで、できました。雪山です。まあ、とにかくこの映画はですね、結末が不明なんですね。こういう結末ですっていう、なんていうの?オチというか、そういったのがないんですよね。最後どうなったのかは、皆さん各々お考えくださいみたいな、そんな感じのお話なんですよ。で、まあ、ネット上にも結構ね、これは一体どういう話だったんだ、みたいな、そういった論争みたいなのもあるわけですけれども、まあ一番はやっぱりですね、この映画、雪山は、ホラーだったのかミステリーなのかですね。ここを今回僕も考えたいというふうに思います。僕は結構ね、今回もう本当に時間かけて考察したんですけど、まあ、多分こうなんじゃないかなっていう結論を一つ出しました。もうこれだったら、大体のことに対して辻褄合うんじゃないかな、みたいなね。そんな風に考えられる結末を一応考えついたんで、それをお披露目したいというふうに思います。ということで今回は世にも奇妙な物語映画の特別編の中の一つ、雪山。これについてお話しいたしますので、最後まで皆さんよろしくお願いしまーす。チャラララララン、ラララ。ということで、まず最初に一応登場人物をおさらいしておこうというふうに思います。主人公は木原美沙ですね。これ女の子の生き残った女の子、木原美沙です。まあ、矢田亜希子がやっている役ですね。矢田亜希子、まだまだ演技がね、ちょっとあれだったかなという感じはありましたけどね。で、次、近藤麻里ですね。これは、足を怪我して、最後殺されちゃったっていう女の子ですね。これがマリです。ミサとマリね。マリの方が殺された方ですよ。で、あとはマナベですね。これはお医者さんです。宝田明がやっているお医者さん。これがマナベ。で、山内。これは大杉蓮がやっている山内ですね。口が悪い山内。そして、結城ですね。結城は
鈴木一馬さんが言ってるやつですね。あのロン毛のマスコミだって言ってたあの人ですね。これが登場人物ということになります。これからね、たくさんこの登場人物の名前出てきますんで、一応これを覚えておいていただきたいというふうに思います。ということで、まあこの映画の中にいろんなエピソードがあるわけですけれども、これがまあ見た皆さんわかると思うんですけど、本当にあったお話なのか、それとも何か幻覚を見ているのか、全員が。そこが何とも言えない曖昧なところがあるんですね。だからよくわからない結末が不明だということになっているわけですけれども、その中でもこれだけは確実な事実だろうというふうに言えるところが、4点あります。それはまず飛行機が事故によって雪山に不時着した、これは確実ですね。で次、最終的に救助隊が発見した時に生存者は一人の女性だけだった、これも確実な事実ですね。で事故現場から少し離れた雪原の上にサークル状の不可解な死体と首だけが出ている雪に埋められた女性の死体があった、これも確実な事実だと思います。でビデオカメラが何かを映し出していた、この4つですね。これだけは確実な事実だというふうに考えていいと思います。まあ、客観的事実ということですね。なので最終的にこの4つの事実にたどり着かなきゃいけないというところが、まあ、あるわけですね。そこが難しいということになるわけです。ということで見ていきましょうか。まず一番最初、事故が起きた時ですね。この時一番最初ミサが、まあね、気絶しているミサが出てくるわけですけれども、この時のミサの服は白地に黒のこの柄の入ったセーターを着ていましたね。でミサの上にこの手が乗っかっているわけですけれども、この手はマリの左手ということになります。おっぱいをねさーっとサワサワしていく手、あれはマリの手ということですね。でマリの左手の中指と薬指には花びら模様のネイルアートが描かれているというところがあるわけですね。これはマリの左手の中指と薬指です。ここ重要なポイントとなりますんで、覚えておいてくださいね。でマリの服装ですね。この時のマリの服装は白い無地のセーターと黒系のズボンを履いていたということになります。画像があると思いますけど、この左側ですね、これがマリです。今雪の上にこう仰向けに倒れてますけど、これがマリですね。上に乗っかってるのは多分ブランケットというか、まあスカーフというか、そういったもんですね。これが事故が起きた時の服装ということになります。そうしていると、まあ、マリはね、足を複雑骨折しているんで、もう動けないということになっている中、口の悪い山内が南に向かうぞと来たわけですね。数キロ先に山小屋があると、地図で見たんだというふうに言っていました。まあ、地図も実際持っていますし、この発言はある程度信用していいかなというふうにも思ったりもしますね。で、まあ、山小屋に行くかどうかって揉めているところで、ここ一応ですね、ディレクターズカット版で復活している劇場公開版ではカットされていたセリフというのがあるんで、一応ここでご紹介したいと思います。まあ、真鍋が、お医者さんの真鍋が、ミサに向かって説得するシーンですね。この機体は新設の上に乗っているだけだ。突風に煽られて吹き飛ぶ危険性がある、というふうに言った後、カットされているんですけど、マリが、行ってって言うんですね。私はここに残るって言うんですね。するとミサが、何言ってんの？私も行かない。言うんですね。それを聞いて真鍋はミサに対して、友達は足を骨折しているだけだ、他に異常は見当たらないというふうに言っているというセリフが、まあ実際にはあったんですけど、劇場公開版ではカットされているということですね。ディレクターズカット版で復活しているというセリフが一応ありました。まあこのセリフあってもなくてもどっちでも言っちゃいいんですけど、ちょっと気になるのはここの、友達は足を骨折しているだけだ、他に異常は見当たらないマダメが言った後、ミサがちょっと怪訝そうな顔というか、はみたいな顔をしているというのがあったんで、まあ、多少そこが気になるかなという感じはあるっちゃありますね。ということで、まあ山小屋に行こうということになりました。口の悪い山内がマリを背負って歩くということになって、みんなでエッサホイサと歩いていくわけですけれども、ここで非常に不可解なことがあるんですね。この画像を見てもらって、倒れているのがマリなんですけど、マリのこの服装を見てください。ここは猛吹雪の雪山なんですけれども、このマリ薄手の七分丈のセーター1枚なんですよ。申し訳程度にこの、まあ何ストール的なものを巻いてはいるんですけど、こんなもんはっきり言って何の足しにもならないです。七分丈のセーターですよ他のみんなは
十分な防寒着を着てるのに、マリには帽子すらありません。これはどう考えてもおかしいと思いませんか？みんな厚着をしてジャンパーとかコートとか、足にはね、靴が濡れないように、靴にまで、こう、なんか、ビニールとかいろんなの巻いて、防寒して、やってるんですよ。みんなそうやってんです。でも、怪我をして動けない、一番、ね、動いて体温を上げるっていうことすらできない、マリが、七分丈のセーター一枚で、雪山を連れ回されているんですね。お医者さんもいるのに。いやー、これはどう考えてもおかしいでしょう。ここ注目すべきですね。寒そう。非常に寒そうです。これはおかしいということですね。さてですね、マリを背負いながら山小屋を探すのは無理だというふうになった一行は、マリをビバークさせることにしましたとなりましたね。この時ディレクターズカット版では、マナベのセリフが追加されていました。ミサが、マリを置いてく気とかいろいろ言ってる時にマナベがこう言ったんですね。いいかね、山小屋を見つけるまでだ。見つけたらまたここへ戻ってくる。いずれにしてもこのままじゃ全員凍死する。というマナベのセリフがあったけどカットされましたということがありました。まあ多少重要かもしれないですね。マナベははっきりと山小屋を見つけたらまたここに戻ってくるというふうにミサに約束したにもかかわらず戻る気はなかったというところがあったんで、まあ多少ね、重要っちゃ重要だったかなというふうに思います。まあそれを聞いて結局ミサも、あ、無理だわと。いうふうになってマリのビバークに同意するということになりましたね。で、まあ穴を掘ってこの中に待機してなさいっていうふうになるんですけど、ミサはですね、自分が背負っていた食料の入っているリュックというものをマリに渡しました。すぐにまた迎えに来るから、食料も食べ物もその中に入ってるからって、いうふうに言っていましたね。このリュックには食べ物が入っているということなわけです。実際どうだったか皆さん覚えてますか？次、そうしているとですね、なんと山内が山小屋を発見しました。真鍋とか結城は見えないと言っていたんですけど、ミサが見える、そこに山小屋がみたいなね、そんなこと言っていましたね。まあ、この山小屋、そしてその後のストーブ、あと食料っていうのは、もうあからさまに厳格だというのは、誰の目にも明らかですね。制作者サイドもそれを隠そうとはしていません。むしろ、ここは厳格ですよ。そういうふうに見てくださいね。疑ってみてくださいね。というふうに制作者サイドは言っていますね。どこだ？見えないぞ。あそこ。本当だ。ストーブがある。どこだ？わからないぞ。真ん中にあるじゃないか。本当だみたいなね。どう考えてもおかしいですよね。これは疑いなさいというサインですね。ということは、僕たちは一体この幻覚の何をどう疑えばいいのかですね。まあ山小屋、ストーブ、食料、そういったものが幻覚なのだということであるならば、その後に起きる様々な出来事っていうのは、どこからどこまでが本当なのか、すべてが幻覚なのか、それともこの中に真実も混じっているのか、真実があるのであれば、どこが真実なのか、そういったところを探せというふうに制作者は言っているんだというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。そこに答えがあるぞっていうふうにね、僕たちは試されているんじゃないかなと思うわけですね。まあそうやって毛布があったり、いろいろ温まって、ああよかったよかった、飯もあったわとなったところで、ミサがですね、そういえばマリのことを助けなきゃ、なったわけですね。ということで、マリーと言って、小屋を出ていきます。まあ一緒に結城もついてきてくれたわけですけど、これ、画像を見てください。これがマリのビバーク地点です。こんなの見つけられると思います？マリがここにビバークしましたという目印は全く何もありません。外は猛吹雪です。もうすぐに雪なんて埋まります。目印も何にもない、雪中に埋めたマリをどうやって見つけるんですかと。いうふうに思うとですね、なぜかミサとユウキは一直線に迷わずにこのビバーク地点までやってくることができたというわけですね。まあマリがね、そこで首だけを出しているという状況になっていたわけですけど、果たしてここは本当にマリがビバークした場所ですか？どう思います？本当にマリはここにビバークしたんでしょうか？おかしいですね。首だけ出ているっていう状況もおかしいし、まっすぐにこの場所に来れたっていう事実もおかしいですね。で、まあ見つけたマリに対して、
結城がこんなこと言うんですね。どっちだ、どっちを向いているんだ、仰向けかうつ伏せかどっちだというふうに言っていました。ちょっと待ってくれと、仰向けもうつ伏せもねえだろというふうに思いますよね。マリは縦穴の中に入ったんですよ。縦穴の中にこうズボッと入ったんだから、仰向けもうつ伏せもないはずですよね。なんで仰向けかうつ伏せかどっちかだという気は思ったんでしょうか。まあ結論としては仰向けだったということになっていますよね。まあ見えないんですけど、雪でおそらく仰向けだったんじゃないかということが後にわかるわけですね。首をスコップで切断してしまうということがあったわけですから。じゃあそれが仰向けが事実だったとして、なんで仰向けになっていたんでしょうということですね。ミサは、ミサじゃないや、マリは、縦穴の中に入っていたマリはなぜ仰向けで雪の中に埋もれていたのか、ここがなんでなのかを考えるとですね、おそらく仰向けだというのが事実であれば、マリはですね、穴から抜け出して雪山を一人さまよい歩いてミサたちの元に行こうと歩いていたんですね。でも力尽きて仰向けに倒れた。そこに雪がどんどん積もっていった。それに気づかずに結城はマリを殺してしまった、これがあの状況でマリの首を切る、まあ、実際首とは言いづらいところをスコップで刺したんですけど、まあ、こんな感じじゃないかなというふうに思いますね。なんとマリは自力で穴から抜け出して歩いたということですね。マリは足を複雑骨折してるんですよ。その足で歩いたんです。そんなことできます？でもそれ以外考えられないですね。リュックはマリの横に置いてありましたから、ビバークした時はマリに縦穴のところにマリが入って、その胸のところで抱えるようにしてリュックを持っていたにもかかわらず、今の状況では仰向けになったマリの横にリュックが置いてありましたからね、これはどう考えてもおかしいわけです。抜け出して歩いたとしか考えられませんね。複雑骨折した足で、七分丈のセーターでマリは歩いたんですどう思いますか皆さん。まあでも結局マリは死んでしまうことになるわけですね。スコップでまあ切られたということです。あれ、僕も同じようなスコップ持ってんですけど、キャンプ行くんで。正直言って刺したのはほんのわずか数センチなんですけど、入りどころが悪かったんでしょうね。足でグッて踏んでましたんで、それで死んだということになっています。実際どうなのかは何とも言えませんけど。そうしたらマリが左手をガーッと出したんですね、ミサに向かって。左手をガーッと出してミサの体を掴みました。この時爪がよく見えるわけですけれども、マリの爪がね、マリの爪はですね、ネイルアートだと思いきやそうじゃなかったんですね。付け爪だったんです。左手の中指と薬指の付け爪はこの時に剥がれたんですね。で、マリのこのストールに絡みついたんだという事実があります。だからまあラストでミサの左手がマリと同じネイルになっているっていう不可解なシーンが出てくるわけですけれども、これはどう考えますか。急にミサの手にネイルアートが描かれたんじゃないんですよ。わかりますよね。マリの爪は付け爪でした。で、その爪はおそらくミサが持っています。で、同じ付け爪、同じデザインの爪がラストミサの指についていましたと、いうことなんですね。ここをどう考えるか、重要じゃないかなというふうに思います。まあ、マリ殺害の現場を山内が見てですね、人殺しって言いながら、マリのリュックを山内は自分で持って小屋に戻ったわけですね。で、そのリュックの中身を小屋に帰った山内は確認しました。まあ、もともとこのリュックはミサが持っていたリュックですけどね。もともとミサが持っていたマリに渡したリュックの中身は、チョコレート、板チョコが入ってました。これは山内が食べました。それと、白い薄手の服とスカートがこのリュックの中には入っていました。マリはですね、この猛烈な吹雪の中、七分丈の薄いセーターだけで背負われて連れ回されていたんですよ。ビバークした時もその七分丈の薄いセーターのままでした。そんなマリに渡した荷物が、チョコレート、板チョコ、板チョコは OK です。カロリーが高いんでね。チョコレートと薄手の服ですよ。何ですかこの薄手の服は。この薄手の服はマリの服らしいんですけど、そもそもミサはですね、どうしてこんなどうでもいいマリの薄手の服なんか持って歩いていたんですか。もっと持ち歩くべきものはあるはずです。防寒着でもいいし、機内食があったらそれを持ち出すもいいし、
毛布とかもきっとあるだろうし、ブランケットとかね、機内にありますよね。いろいろと何かしら持って行った方がいいものはあるはずなのに、全く何の役にも立たないマリの薄手の服をリュックの中に入れていたんですよ、ミサは。で、生と死の狭間をさまよっているマリに対して薄手の服をどうぞってあげたんですよ。おかしいですよね。これはどう考えてもおかしいです。ね。学べおじさんが空気を読まずに怖い話をしだすということをしましたね。何考えてんだこのおっさんというふうに思いますけど。まあこの怖い話、どんな話だったかおさらいしましょう。ある雪山で二人の男が遭難したというんですね。一人は足に重傷を負っていて身動きが取れなかった。ある晩、足を怪我していた男が死んだ。もう一人の男は死体をテントの外に出して埋めた。でも朝になると埋めたはずの死体が自分の隣に横たわっていると。何度外に出しても朝になると隣にいる。男はビデオを撮って確認をした。すると死体をテントの中に運んでいるのは自分だったと。いうお話だったわけですね。なんでこんな話を学べはしたんでしょうか。まあ食べ物で争うなということを言いたいんだと言っていましたけど、そんなわけないです。この話がある理由は、これがヒントだからというふうに考えるべきですね。まあヒントといっても、まあこれ元ネタ歩く死体という世にも奇妙の別のお話があって、それが元ネタなんですけど、それを見ろとか、その話がモチーフなんだということを言ってるんじゃないんです。死体が動くのには理由があるんだということをこの真鍋の話は言っているわけですね。死体が動くのには理由がある。ここが重要だというふうに僕は考えました。死体が動くといえば、さっきありましたね。動いた人が足を複雑骨折しているにもかかわらず動き回った人がいましたけど、そこがポイントなんじゃないかなというふうに思います。ということで、スクエアということですね。まあ、この雪山のお話をするにあたってはもう必ず通らなければいけないこのお話があるわけですね。雪山についてお話をしている人、まあネットで、まあ YouTube でも、ネットの記事でも、全員このお話はするんで、まあ僕もするわけですけど。一人が起きていて三人が寝る。5分経ったら一人を起こして、起こしたものは寝る。それを順番に繰り返そうということを真鍋が提案しました。ちなみにここディレクターズカット版ではですね、10回私が起こす番が来たところで全員を起こすというふうに真鍋は付け加えて言っていました。まあこれに対して山内が俺のことを殺す気だろうとか、まあいろいろ言い出したんで、じゃあ起こしたらそこに起こした人が寝るということにしようと。寝ていても必ずそいつを追い出す。そういうことにしようというふうになりました。ということで、起こす順番はですね、山内、真鍋、ゆうき、みさ、山内、真鍋という順番になるということになりました。一応どういうことなのか映像で説明したいと思います。スタート。これですね。まず豚さんが起こす番ですね。エヴァ初号機を起こします。起きます。そこに豚さんが寝ます。エヴァ初号機が今起きています。で、5分経ったんでエヴァ初号機は猿さんを起こします。起きてー。で、エヴァ初号機が寝ます。猿さんが起きています。5分経ったら猿さんが今度、蹴りぐるみを起こして猿さんが寝ます。蹴りぐるみが5分間起きています。ね。の、映ってる猫は気にしないでください。で、5分経ったら蹴りぐるみは次のところに行くんですけど、ここに誰もいないわけですね。ここにいないんで、一つ飛ばして豚さんのところに行って起こす。こういう風にしなきゃならなくなるというのが、スクエアということです。まあこれは都市伝説的なお話というか、そういったものですね。つまり、4人で四角形を作って、交互に起こしていくということをしようとしたんですけど、これをやるには5人いないと成立しないんだということなんですね。5人いないと、四隅で寝ている4人を1人ずつ順番に起こしていくということができない。おかしいぞと。私は一体誰を起こしたの？俺は一体誰に起こされたんだと、いうことになって、怖ーいとなるわけですけれども、本当にこうなります？っていうところですね。ミサが2人分移動すれば可能だから、ミサが嘘をついているんじゃないかというのは簡単ですけど、その前にですね、重要なことがあるんですね。重要なことは何かというと、その重要なことは何かというとですね、起こした人の待機場所が決まっていないんですね。だからこれは完璧なスクエアとは言えないんじゃないかというふうに思います。一応起きている山内、真鍋、ミサ、
の映像をね、もう暗いんでよくわかんないんですけど、一応ここに出しました。みんな一人でどっかにいますね。どこにいるのかよくわかりませんけど、一人でどっかにいます。このスクエアを成立させるには、基本的には、まあ4人は全員部屋の隅で寝ていなきゃいけないわけですね。で、A が壁伝いに B のところに行きます。で、B を起こして A がそこに寝るっていうのをこう順番に繰り返すわけですね。で、最終的に D が壁伝いに A のところに行くけど、A がいないので壁伝いに行って直角に曲がって B のところに起こしに行くということをしないといけないということになるわけですけれども、でも今回のこのルール、起こした人が起こした人のところで寝て、起こされた人はその隣に待機しているっていうルールがないんですね。どういうことかっていうと、A さんが B さんを起こします。そしたら B さんはどこにいるかというと、どこでも好きなところにいていいわけですね。例えば真ん中にいていいわけです。これをこう順番に繰り返していくと、最終的に D さんは起こされた後5分待機を真ん中でしますよね。5分待機した D さんは次 A さんを起こすわけですけど、壁伝いに行くというルールがなければ、直接 A さんのところに行きますよね。起こしに。ということになると、この D さんはですね、一人分をスルーしたという感覚が一切ないまま A さんを起こすということになるわけですね。であるならば、私は誰を起こした、私は誰に起こされた、なんてものは特にないわけです。このルールでは。普通に、D さんは A さんを起こして A さんは D さんに起こされたんです。壁伝いに行くとかそういったルールがないですから。しかもこの部屋真っ暗じゃないですからね。これ完全な真っ暗の中でやるんであれば、例えば左手で壁を触りながら移動するっていうことが必要になってくるんで、一回端まで行ったけど誰もいないから90度曲がってもう一面歩くっていうことがあるんですけど、この部屋は懐中電灯もあれば、ライターもあるし、ストーブの明かりもあるんで、別に斜めに移動できるんですよ。だからスクエアは成立していないわけですね。しかも、これカットされてるんでわからないですけど、全員一回しか寝ていないというわけではなさそうですよね。何回かみんな何周かしてるんですよ。この5分交代の睡眠時間というのが。何周かしていて、その度に一人足りなかったっていうことが起きているわけですけれども、まあおそらく普通に次の人を起こしただけだというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。だからこのスクエアをミサがズルをしていて、だからミサが怪しいというのが定番としてこの雪山の考察の中には出てくるんですけど、そもそもスクエアが成立してないんで、あまりその考察は意味がないかなというふうに僕は思いますね。ということで、ここでディレクターズカット版のセリフですね。山内が俺のせいじゃない、俺のせいじゃないって言いながらタバコに火をつけそうになるということがあったんですね。すると真鍋がそのタバコを踏んだくってですね、よせ、タバコなんか吸うと血管が収縮して凍傷になるんだぞというふうに言っていました。このシーン丸々カットされていますね。これは後半ですね、真鍋がタバコを吸うシーンの伏線ということになっています。後半真鍋がね、急にタバコを吸い出して私は寝ないぞみたいなこと言って、データちょっと唐突感があるシーンがあるんですけど、それはここに伏線があったということなんですね。ただこの部分がカットされてるんで、なんか唐突にタバコを吸い出したという感じになっているということがあったわけです。まあどっちでもいいです、これはあってもなくてもね。ということで、5人いなきゃ成立しないんじゃないかということに恐れたみんなはですね、起こしたら今度は自分の場所に戻るということにしようというふうになりました。この後ついにですね、白い服の女がなんか画面に登場するということになって、ミステリー感、ホラー感が増してくるとなるわけですね。ということで、まあ起こしたら自分の席に戻るというルールでやりましょう。まずは君からだと言って結城が起きている番ということになりました。で、この結城が起きている時にですね、なんと白い服の女が画面の右から左へ通り過ぎたという怖いシーンが出てきましたね。そしてその2時間後、山内が死体となって発見されたということです。この白い服の女がミサなのではないかというのが、まあ、もっぱらの噂ということになっていますね。まあ、確かに、方角的にはミサのいるサイドから白服女は出現しているんですけれども、一応図を描きました。こんな感じですね。下にある四角いやつはカメラです。
このぐらいのところからカメラを撮っていて、白服はこういう感じで動いたという図が書いてあると思うんですけど、ミサのいる場所から直線的に白い服が移動したとは言えない感じがありますよね。ちょっと壁沿いに、結城側に寄ってから山内方面に歩いていく。そういう感じの動きですよね。ミサだとしたら。この白い服は胸が画面側に見えてますから、カメラの方に来たわけですね。背中が向いてるんだったら向こうに行くし、胸が出てるってことはカメラ側にこうね、歩いてるってことになりますよね。これちょっとミサだとしたら、ちょっと動きがおかしいなと、不自然だなという感じがありますよね。しかもこの白服が出てきたシーンは、二度目の就寝を決めた直後なんですね。じゃあみんな起こしたら自分の場所に戻るというルールでやろう。じゃあ結城くん君からだ。じゃあもう一回寝ようぜ。となった時に出てきた白服ですよ。つまり、結城の番です。はい、わかりました。じゃあみんなお休みって言って、まあ1分、2分、3分ぐらいの時間ですよ。まだまだ全員起きている可能性ありますよね。寝ついてない可能性ありますよね。このタイミングでミサが急に歩き出すっていうのは、かなりリスクがでかいというか、何やってんだお前って言われる可能性高いですよね。この白服の女は本当にミサでしょうか？どうでしょうか？さて、アラームが鳴って、はっとなって、真鍋が起きました。おい、みんな起きろというふうに真鍋は言ったわけですね。すると、なんと、真鍋を起こす役だった山内は、2時間前に死亡していたということがわかりました。そして真鍋は、誰が私を起こしたんだというふうになって、たんですけど、これはどういう意味で言っているんでしょうね。誰が私を起こしたんだのセリフには2つ意味が込められているっていうか、2つの意味で解釈することができるんで、ちょっと難しいんですね。5分前に真鍋は誰かに起こされて、でもうとうとしてしまって、自分が起きている番なのにもかかわらず寝ちゃって、今アラームが鳴ったから急にハッて起きて、おいみんな起きろって言ったのだとすれば、さっき5分前に私のことを起こしたのは誰だっていう風になりますよね。で、もう一つは、ピピピピピピ、はっ、みんな起きろ、あれ、今私を起こしたのは誰だって言ったのか、この二つ解釈ができると思うんですよ。5分前に真鍋のことを誰が起こしたのかということであれば、はっきり言って不明です。そのシーンが映ってないんでね。5分前に誰かが真鍋のことを起こしたのであれば、それは誰が起こしたのかはわかりません。でも、今のこと、この映像で出てきた今、ピピピ、ピピピ、あ、みんな起きろ、の時のことを、誰が私を起こしたんだというふうに言っているのであれば、それはおそらくですね、ジャーキングですね。ジャーキングっていうのは、いわゆる落ちる夢というか、そういったやつですね。寝ている時に、はっって、っていう、あの、びっくりして起きるやつ。あれの可能性が非常に高いんじゃないかというふうに思います。どっちのことを言ったんでしょうね、真鍋さんは。なんとなく、普通に映像を見てて考えれば、ジャーキングで起きた時のことを、私は誰に起こされたんだというふうに言ってるような感じがしますけどね。ただ、山内は2時間前に死亡していたんですけど、真鍋たちは2時間寝ていたのかもしれないし、5分前に真鍋一旦起きたのかもしれないし、ここが何とも言えないんですけどね。で、その死んでいる山内ですね。死因はよくわかりませんけど、首筋に2つの赤い点々がついているということがありました。これが死因かどうかはわかりません。ただ、これがあったということですね。で、この点々を根拠にですね、世間一般で山内を殺したのはミサなのではないかというふうに言われています。果たして本当にそうでしょうか？この点々をつけたのは本当にミサなんでしょうか？映画のラストにですね、ミサの左手の中指、薬指がマリと同じネイルアートになっているというか、まあ、付け爪になっているというか、そういったシーンが出てくるわけですね。で、その2つの爪の先には血がついているわけです。これがあるから、山内を殺したのはミサだ。この血は山内を殺した時についた血なんだというのが有力な考察としてよくあるわけですけど、でも、見てください。山内の点々、赤い点々はここですよ。首筋のここ。ミサはケンシロウじゃないんで、こんな飛行をつくような殺し方はおそらくしないですよね。
ターみたいな感じで2本の指の爪でターってやったような殺し方になってますよね。これの点々が爪のその血痕だとすれば、考察首を絞めて殺した時の跡としてもちょっと突き方がおかしいんじゃないかというふうに感じます。さらに言うと、この画像、映画冒頭の飛行機の中でまだ気絶している時のマリの、左手なんですけど、この映画冒頭のシーンですでに爪には血がついていませんか？ついているように見えるんですけどね。というふうに考えるとですね、山内の死因はこの首の点々が原因だとは断定されていません。山内の死因は不明です。2時間前に死んだということしか明らかになっていません。ということから考えるとですね、山内の首筋の点々は飛行機事故の時についた何らかの傷跡でしかないというふうに考える方が自然じゃないかというふうに思います。飛行機事故が起きたわけですからね。それは点々ぐらいついたっておかしくないだろうという感じがしますね。つまり山内はなんで死んだのかというと、凍死ということになります。まあもう皆さんご存知、映画を見た皆さんはね、ご存知だと思いますけれども、ここ、実際は山小屋じゃなくて、雪の上なわけですね。だとしたら凍死するのは全然おかしくないですね。山内は凍死で死んだんだというふうに思います。赤い点々は死とは無関係だというふうに思っていいんじゃないかというふうに思います。赤い点々が山内の死と無関係なのであれば、ミサの爪についている血痕というものも山内の死とは無関係ということになってきますね。まあ、山内の死を見て、真鍋がですね、やけを起こしてパンをむさぼり食うということがありましたね。でも味がしない、感覚がなくなるよーと言って倒れました。この時ミサがですね、報いよ、報いよと、いう風に言っていました。恐ろしいシーンなわけですけど、報いというのは、まあ報いということでしょうね。因果応報という意味で、まあおそらく間違いないんじゃないかという風に思います。何の報いだという風に言ってるんでしょうね。まあマリーのビバークを手伝ったということぐらいしか思いつかないんですけど、真鍋が報いと言われているのはね、この報いをがどういったことなのかはちょっと難しいですね。わからないですね。で次、真鍋、正気を取り戻してタバコに火をつけるということですね。わしは寝ないぞという風に言ってタバコに火をつけた。まあこれはさっき言いましたけど、ディレクターズカット版で復活した、劇場版ではカットされた山内へのタバコの注意シーンの伏線の回収ということになりますね。そうすると真鍋がですね、なんと壁に画面左から右に動く女の影を見るということがありました。これは白い服ではなくて影でしたね。これはおそらくですね、人間ではありません。この影が、もうはっきりと影が映っていたわけですけれども、この時の光源っていうのは真鍋が持っているライター、それと、まあ、ストーブの炎、この二つということになりますね。つまり、影の正体というのは、真鍋よりも前にいないと成り立たないわけですね。真鍋の後ろに光源があれば、真鍋の後ろの光源、真鍋より後ろ、光源より前を誰かが通ればそこが影になるっていうのはわかるんですけど、光源が真鍋よりも前にあるんで、そこの壁に影が映るってことは、必ず真鍋の前にその人物はいなきゃいけないわけですね。真鍋の前に人物がいて歩いてその影が壁に映るしかありえないわけですね。でもそんな描写はなくて影だけが動いていたということになると、これはもう人間ではないものの影が映っているというふうに考えるしかないんじゃないかなというふうに思います。でその影を見ていると、なんと真鍋の後ろから手が伸びてきて、どうやらそれによって真鍋は死んだっぽいということがありましたね。まあこの伸びてくる手が誰の手なのか、ミサがこの手の持ち主だというのは、まあ、可能っちゃ可能だと思いますけど、ミサがね、真鍋を後ろからこう手で何らかのことをして殺すってことは、可能っちゃ可能ですけど、かなり大変ですね。真鍋は壁を背にして座っていますから、ミサがやるとすると、相当狭いところからこう手をぐーっと伸ばして、わざわざ真鍋の顔の横に手を持ってきてっていう、非常にバカっぽい動きをしないと、ミサがあれをやるのは不可能だということになりますね。これらの一連の出来事というのが、ミサの仕業ではないというふうに考えるのが自然じゃないかなというふうに思います。
ということで、とうとうミサと結城の2人だけになってしまいました。まあビデオを撮ろうということになったわけですけど、なんと結城は背中を斧で刺されて死亡してしまいましたとなりました。まあ3人死んだわけですね。これでマリを含めると4人死んだ中で、唯一明確な殺意を持って殺されたのは結城だけということになります。でこれ結城がビデオを撮っていたんで、ミサがそれを確認するとですね、どうやら白い服を着た女が結城の背中に斧を振り下ろしたというシーンが映っていたわけですね。ここで疑問がありますね。カメラの画角が変わっているというところですね。最初は結城とミサがちょうどカメラの真ん中に位置するように撮られていたのに、実際結城の殺害シーンになるとだいぶカメラがこう上手寄りというか、右寄りに傾いているんですね。なぜカメラは動いたんでしょうか。不思議ですね。誰が動かしたのかですね。まあ、カメラをもしミサが動かしたのだとすれば、それが記録されているはずですね。でもおそらくミサではありません。これのカメラは勝手に動いたんです。ここ小屋の中のように見えますけど、実際は小屋ではなく外ですから、猛吹雪の中の外ですから、カメラなんて置いときゃ勝手に動くんですね。だからカメラは勝手に動いたんだというふうに思います。で、この結城を殺した白い服の女、これはミサなんでしょうか。ちょっとミサだとも思えないですよね。斧で刺された結城がそのまま倒れずに、体勢をある程度保ったままその場に留まっていたのは、隣にいるミサが支えとなっていたからだというふうに考えるのが自然じゃないかなというふうに思います。だからこれ画面には映っていないけど、ミサは隣にいたんじゃないかなというふうに思うわけですね。ということで、まあミサが我に返ると、そこは山小屋ではなく雪原だった、そして救助隊に助けられたということになるわけですけれども、結論ですね、結局白い服というのはミサなのかマリなのか何なのか、すぐはの答えというのをここから言います。ミサ説というのが世の中にあるわけですけど、このミサ説の主な主張というのは何かというと、まず山内の死の直前にミサのいる方角から白い服の女が移動したというのが、ミサが白い服の正体だということの主張ですね。これはさっきも言いましたけど、移動した位置に非常に疑問が残るということがあります。で、山内の首筋の点々とミサの左手中指薬指の爪に付着していた血痕、これが一致するんじゃないかということですけれども、ミサと同じ付け爪をマリもしていたわけですね。で、マリの爪には最初から血痕が付着していました。事故の時にきっとついた血痕だというふうに思います。またですね、山内の傷跡の位置から考えると、このイラストを一応描きましたけど、こんな感じで考察したことになるわけですね。山内のことを。これで、中指、薬指の2本だけギュッと首にこうめり込んだというか、そんな感じでしかないと思います。あの女の子がですね、一発で頸動脈をギャッて狙って落としたとか、出血多量にさせたとか、それはちょっと考えづらいんですよね。だからきっとこんな感じだと思います。寝ていた山内の後ろに回って首を絞めたということになるわけですけど、非常にこれは疑問が残りますね。普通殺意を持って首を絞める場合は、喉仏というか首の真ん中をこう狙って絞めるはずですね。でもそういった跡ではありません。そもそも考察痕みたいなものはついていません。ただ赤い点々が2つついていただけです。それこそケンシロウとかじゃなければ、2本の爪、しかも中指と薬指ですからね。人差し指と中指だったらまだわかりますけど、中指と薬指の2本でギャッと飛行をつくなんてこともできないでしょうし、あの首筋の点々が、ミサがつけたものだというのは非常に考えづらいというところがあります。で、真鍋の殺害のシーンに関しても、ミサが壁際ギリギリのところからこう、めちゃくちゃ苦労して伸ばして殺したっていうのは、まあ、常識的に無理だし、あの時ね、結城はまだバリバリ起きている時間帯だったし、結城を見ている目の前で、真鍋の後ろに回り込んで殺すっていうのはちょっと考えづらいですね。つまり、この全員を殺害した容疑者というのが、犯人というのがミサだというのは、状況証拠すらない、もう机上の空論というほかないんじゃないかというふうに僕は思います。じゃあ、
山内と真鍋を殺したのは一体誰なのかというと、それは雪山が殺したということだと思います。二人は投資したんですね。誰かに殺されたのではなく投資で死んだということになるんじゃないかというふうに思います。ここからが重要なポイントとなってきます。さて、山内と真鍋の死については投資ということで結論が出ました。ではこの作品最大の謎ということになりますね。三人の中で唯一明らかな他殺である結城は何だったのか、そしてマリに渡したリュックの中身がなぜ薄手の服だったのか、そしてなぜミサはマリの服、そしてマリの爪をつけたのか、ラストのビデオに映っていた首なしの正体は一体何なのか、ここが解ければこの作品の謎が解けるんじゃないかなというふうに思います。ということで、一番謎なのはですね、僕もこの動画の前半の部分でずっと言ってた、ありえないほどの薄着で雪山を連れ回されていたマリですね。それとビバークするときにマリに渡した服の入ったリュック、なんでこんなものをミサは持っていたのか、どう考えても必要のないリュックの中身だったわけですね。何だったんだあれはとなりますね。これを成立させるにはどう考えればいいかというと、まあ、結構大胆な仮説かもしれませんけど、映画冒頭ですでにマリは死んでいたんじゃないかというふうに僕は思いました。だからミサがマリの服をリュックに詰めていたんですけど、それは形見としてマリの服を持っていたんじゃないかということですね。だから山内がリュックの中を荒らした時に強引に奪い返して、これはマリのよと言っていたんじゃないかというふうに思ったりします。形見だから誰にも触らせないということだったんじゃないかということですね。じゃあみんなは一体この雪山の中何を背負って歩いていたのかですね。マリの死体を持って歩いていたんでしょうか。きっと違うと思います。おそらくですね、マリの死体であることは間違いないんですけど、マリの体を運んでいたんじゃないかというふうに思います。マリの首、マリの頭というのは飛行機事故が起きた直後からおそらく行方不明だったんですね。首なしの体だけをみんながおぶって移動したんじゃないかというふうに思います。だからあんな薄着でもマリは大丈夫だったんです。誰もマリに厚着をさせようとも思わなかったんです、死体だから。でもみんなもう幻覚に陥っているんで、マリの死体をマリだと思ってみんなで運んでいたんじゃないかというふうに思います。じゃあマリの首はどこにあったのかというと、おそらくですね、小屋が見つかった後、マリを探しに出かけましたよね。そしたら首だけ、雪山から雪原から首だけ出ているという状況があったじゃないですか。あれがマリの頭だと思います。飛行機事故で切断されてどこかに飛ばされていたマリの頭があそこにあったんだというふうに思います。じゃああの頭をどうした、あの頭が結局じゃあ何だったのかなんですけど、おそらくそれはですね、マナベおじさんの怖い話というのがヒントになってるんじゃないかというふうに思います。マナベおじさんの怖い話はどういった話だったのかというと、まあ、外に埋めた死体を自分自身が運んでいたということですね。死体が動くには理由があったということがマナベおじさんの怖い話だったのです。これを今回のお話に当てはめるとどういうことになるかというと、首が切断されたマリ自身が自分の頭を探し回って雪山をさまよい歩いていたんじゃないかということですね。この自分の頭を探し回っている首なし、それがラストの首なしの女の人なんじゃないかなというふうに思います。あれは自分の頭を探して雪山をさまよい歩いているマリを映した映像だったんじゃないかなということですね。で、真鍋とか山内が見た白い服だったり、影、移動する影っていうのは首を探し回っているマリの、まあ、亡霊というか幽霊というか、そういったものだったんじゃないかなというふうに思います。で、この中で結城だけが殺意を持って殺されたわけですね。山内、真鍋は投資でした。これは致し方ない死だったわけですけど、結城だけは確実に殺意を持って殺されました。殺したのはおそらくマリです。なぜ殺したのかというと、せっかく見つけた首をまた切り離されたからじゃないかなというふうに思います。あの小屋から出てって首を見つけたあのシーンで、おそらくマリの体は首を見つけていたんですね。で、自分の体と首をこうくっつけたところだったんじゃないかなと。それを結城がまた切り離したんで、
この絵を許せねえぞということで結城を殺したんじゃないかなということですね。突拍子もないですか。まあミサがマリの服を着ていた理由っていうのはそんなに難しい理由じゃなくて、おそらくね、断るごとにマリとの思い出をミサは反芻していたわけじゃないですか。ビデオを見たりとか思い出にふけったりとか、していたわけですね。そういうことをしている中で、しかも寒さと、まあ、疲労で意識が混濁して朦朧として自分とマリっていうのを混同していってしまった結果、ああいう格好になったんじゃないかなということじゃないかなと思います。だから一番最初に言ったこれだけは確実だと言える事実、客観的事実がありましたよね。飛行機が事故によって雪山に不時着した。救助隊が発見した時、生存者は一人の女性だった。事故現場から離れた雪原にサークル状の不可解な死体と首だけが出ている雪に埋められた女性の死体があった。ビデオカメラが何かを映していた。っていうこれらを結びつけると、遭難による凍死と怨念による殺害。これらが合わさった物語だったんじゃないかなというふうに僕は思いました。したがって、この雪山、ホラーかサスペンスかという疑問は、ホラーということになるんじゃないかなと思います。お化けによって、結城は殺されたということですね。これが、スグワの考える、世にも奇妙な物語史上最強のホラーであり、最も不可解な作品とも言われている雪山の結論ということになります。お聞きくださいまして、ありがとうございました。ということでした。最後の方になって急に猫が暴れ出して、ちょっと雑音が入ったかもしれませんけど、すいません。まあやっぱりどうやって僕がこれを考えたのかというと、首なしのやっぱこの女性の映像ですね。この首なし女性は一体誰なのかということを考えると、首がないという可能性があるのはマリしかないだろうということになったわけですね。ミサの首はありますから、そうするとこの首なし死体はマリということになりますよね。で、じゃあマリの首っていつ亡くなったんだっけというふうに考えると、こういうことなんじゃないかなというふうに思いましたね。結構突拍子もないかもしれません。雪山という作品の考察としては。よくあるのが、まあミサがみんなのことを許せなくて殺したとか、ミサの中にマリの怨霊というかそういったものが乗り移って、ミサの手を使ってみんなを殺していったとか、そういったのがおそらく主流としてあるんだと思うんですけれども、ただやっぱミサが殺すにはちょっと無理があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。自分のことを裏切ったということが許せないからマリはみんなを殺して回ったというんであれば、まあミサのことも殺さないとついつまが合わないんじゃないかなというふうに思うんですけど、ミサは生きているんで、そうなると非常に作品として中途半端な終わりになってしまいますよね。ミサは死なないで、ミサ以外が死んだということの理由付けがないと、そこはダメだと思うんですよね。ミサも私のことを裏切ったけど、ミサは友達だから、大事な親友だから殺さないは、ちょっとね、なんとも言えないんですよね。それだとちょっと納得いかない。まあ、ミサを殺す前に救助隊に助けられたからっていうのもちょっと納得できないですね。だから最初からやっぱり、マリの首はなくて、体だけをずっと運んでいって、で、頭を見つけた体が頭のところまで行ったわけですね。雪山の中。ビバークして穴の中に埋められた体があったわけですけど、その体だけが穴から飛び出して、首の元までたどり着いて、自分の首をこう、再び手に入れた。でも、その首をまた結城に切断されたっていう恨みみたいなね。そういったのがあったんじゃないかというふうに僕は考えました。信じるか信じないかはあなた次第ですということで、雪山でした。僕がずっとやりたいと思ってなかなかできなかった雪山、僕の結論はこんな感じとなりました。皆さん、チャンネル登録、いいねボタン、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。リクエストがありましたらチャンネルの中のリクエスト募集のところに書き込んでください。チャンネルの中のコミュニティのね、リクエストはこちらというところに書き込んでください。
LINE スタンプ、そしてサブチャンネル、サードチャンネル、猫ちゃんのサードチャンネル、そして、僕の本、いろいろありますんで、そちらもぜひよろしくお願いいたします。何か特別な連絡事項等ありましたら、概要欄にいろいろ書いてありますんで、ぜひ概要欄もちょろっと見てもらえれば嬉しいなというふうに思います。ということで今回は世にも奇妙な物語の映画の特別編、雪山について独自解説いたしました。まあまさにね、この時代が世にも奇妙全盛期って言ってもいいような感じをしますよね。まあ、携帯中心蔵も面白いしね。最近はちょっと世にも奇妙もね、ちょっとレベル落ちてきてるかなっていう感じもしますけど。でもまあこういうオムニバスのね、不思議な話というこのシリーズは非常にコンセプトも良いし、ぜひ続けていってほしいなというふうに思いますね。短編の面白さっていうのは、普通他のね、テレビ番組とかではなかなか出会えないんで、本当に世にも奇妙ぐらいでしか短編作品に触れるっていうことができないんでね。ぜひ今後も楽しい世にも奇妙な作品をずっと作り続けてほしいなというふうに思っております。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。ザラララララン、ダラララ。